はようございます。今日ちょっと随分と早起きになりました。鳥の鳴き声で起こされました。しかし心地よい朝です。自然の鳥のお目覚ましです。バイク旅26日目の朝です。現在北海道中標津町にあります中標津町緑ヶ丘森林公園というキャンプ場で朝を迎えております。朝方の方がね、クマに出くわす確率も高いみたいなんで、クマスプレー持ってトイレ行きたいと思います。去年は7月にこの近くでクマの目撃情報があったらしいんでね。何か音がするなと思ったら、やはりここのキャンプ場はリスがいますね。あそこリスがいます。このリスはね、人間を威嚇してくるんですよ。実は私に突進してくる時があるんでね。こんなちっちゃい体で、あ、可愛いらしいね。ちっちゃいですね。あそこにいますね。あ、ほら突進してきたでしょ。信じてくれでしょ。リスってあんなちっちゃい体で、まあ攻撃されたところでね、大丈夫なんですけど、一瞬こんなちっちゃい体で向かってくるんですよ。僕に可愛らしい顔して今完全に僕を威嚇してきましたよね。あのクマがブラフでね、突進してくるあのあれと同じですよね。もう一度近づいてみましょうか。今のあそこにいます。あんなちっちゃい体で、なんでしょうかね、本能的に逃げるよりもむしろ追いかけた方がっていうのがあるんでしょうかね。あの木の上にもいますね。あそこの木のから今降りています。クマと人間の大きさの、あ、2匹ですね。あそことあそこいますね。ほら、ここ2匹、ほら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 。ちっちゃくてね、可愛らしいように見えますけれども、私を威嚇してくるというね、ちょっと小肉らしいところもあるんですね。あっちの方に大きい何かがいましたよ。カラスかなと思ったらカラスじゃないですね。なんだ今の動物は。木の上に登ってきました。猿か。ほら、また向かってきた。また向かってきた。向かってくるやつに向かっていくと逃げるという。この野郎、俺を威嚇しやがって。怒ったぞ。ハスさん、おこですよ。やはり逃げるとかけてくるんですね、動物の習性としてね。自分の体よりもね、もう10倍どころの大きさじゃないですからね。人間とヒグマよりもはるかにね、こんな巨人を追いかけるようなものですからね。すごいですね、リスってね。しかしさすがにね、いざね、こちらから向かっていくと逃げますけどもね。あそこにいますね、リスがね。先ほどね、雨がバラバラと降ったんですけども、今日の天気予報は 10% 程度なんですけどもね、すごく霧がかって真っ白になってますね。この鳴き声は何の鳴き声なんでしょうかね。猿ですかね、鳥ですかね。いろんな動物がいます。何の音でしょうかね。なんかリスが木をかじってるような音がずっとしてるんですけどもね、姿が見えないんですよね。何の音なんでしょうか。
が聞こえますね。鳥の鳴き声やら、あ、やはりリスがいましたね、そこね。やはりリスが何か木をかじるか何かしてたんですね。あ、降りてきました、降りてきました。この朝早くのね、鳥の鳴き声とかね、この霧がかった雰囲気とか悪くないですね。ひんやりとした空気でね、冷気と言いますか、水蒸気と言いますか、この霧がかった空気で朝の太陽、まあ朝日は見えませんけどもね、森林浴ということで非常にね、心が穏やかになるような、そんな雰囲気ですね。タイヤよし、タイヤよし。雨がまだね、霧雨のように降ってますけども、天気予報では雨じゃないんで大丈夫でしょう。さあ、現在地が北海道はこの道東のね、中標津町ですね。ここからずっとね、南の方、別海町の方まで行きまして、最東端ですね、納沙布岬行って、その後はね、霧多布岬の方に行く予定です。今日の移動の合計時間3時間14分、合計の距離が192キロですね。こちらが本日のミッションです。いや、なかなかの霧のね、すごい雰囲気ですけれども、このキャンプ場なかなかね、雰囲気はいいんですよね。気に入ってるキャンプ場なんですけどもね、シャワーもあって、ただちょっと乾燥だとクマが怖いですけども、まあバンガローもあるんでね、バンガローに泊まってもいいかなっていう、まあ、来年はバンガローに泊まりましょうかね。ちょっと来年はバンガロー旅なんかも考えてるんでね、ホテルバンガロー旅っていうね。おいっと、やっぱ霧雨がまだ降ってますね。ちょっとやっぱまだ濡れそうなんでね、グローブは網用に変えておきます。こちらはスマホ用にね、自分でハサミでカットした穴を開けてるんで、これは穴が開いたわけではありません、足からず。これはちょっと霧がひどいですね。真っ白なんで、今日納沙布岬に行く予定だったんですけども、ちょっと今ね、変更しようか迷い始めましたね。この状態で納沙布岬に行ったところで何も見えなそうですね。天気予報ではこんな雨が降る予報じゃなかったんですけども、 10% で曇りだったから大丈夫かなと思ったんですけどもね、ちょっと朝のね、コンビニ休憩してその辺りまで移動して、その段階でもまだね、この状況ならちょっと納沙布岬はパスしようか今迷い中ですね。小学生の通学のお時間ですね。みんな小学生が見てきますね。え、珍しいんでしょうか。真っ白ですね。今ね、左手にクマ出没注意の看板がありましたけども、日付がね、5月31日ということですね。今日6月の9日なんで、つい最近ですね、つい最近この辺りね、ヒグマが横断したのが目撃されたようですね。まあ先ほど泊まってたキャンプ場からそんなにまだ走ってないんですけどもね、15分程度でしょうか。まあキャンプ場自体1年前にね、あのパークゴルフ場のところでヒグマが目撃されているということで、まあいろんな動物いましたからね、リスやらなんやら、それはクマもいるでしょうけれどもね。牛がたくさんいますけども、なんか白い牛もいます。あ、白が多いだけで黒も混じってますね、ちゃんとね。この辺りは牧場が多いようですね。お、警察官が4人も立ってるんですね、交差点に。朝の通勤ラッシュ、通学の時間だからでしょうかね。どうやらこの辺り路面がね、すでに乾いてますけども、雨は降ってなかったのでしょうかね。大丈夫そうですね。あの、僕がね、キャンプしてたあの辺りだけが雨降ってたんでしょうかね。まあ今日は天気予報 10% とかだったんでね、曇り空ですけども大丈夫でしょう。今ね、左手に看板にトコタン橋っていう風に書いてたんですけども、なかなかね、北海道あの珍しい名前が多いですけども、可愛らしい名前でしたね、トコタン橋トコタンシャコタンとかなんとかタンとかいうのも多いですね。コタンとかね、シャコタン、コタン、トコタン。さあ、セイコーマートで朝のコミュニティ休憩していきます。セイコーマート富田屋店でしょうかね。
別海町ですね、別海町。もうそろそろオイル交換もしないといけませんね。あ、でもまだ見たらオイル交換してから出発したんで3000キロぐらいですね。大阪を出発してこれは苫小牧からフェリーに乗るんで大阪まで持ちそうですね。大阪帰ってからオイル交換しましょうかね。ずっとね、指先が切れて痛かったのがやっと治ってきました。さあ、ノサップ岬まであと1時間15分ですね。寒いですね、やはり。ちょっとこのね、冬用のグローブじゃないんでね、これだけだとちょっと寒いんで、軍手をね、中に薄手のやつですけども、インナー代わりにね、しないと手が冷たいですよ、やはり。よし。これで完全装備です。よし。今ね、ずっと根室の方、そしてノサップ岬を目指してるんですけども、去年初めてノサップ岬に行きまして、その時がね、すごくね、良かったんですよね。その道中の道がね、すごく良かったんですよ、僕的には。あの何もない感じというかね、最果て感っていうのがすごくね、良かったんですよね。で、去年日本3周目にして初めて行ったノサップ岬、すごく印象に残ってたんでね、今年もバイクでぜひ走りたいと思いまして、それでね、ノサップ岬向かってるんですけども、あの一番好きな、僕がね、北海道一番好きな道はね、やはりオロロンラインの、あの北45度のね、モニュメントを過ぎたあのトンネル越えたあたりからね、まあ、今年は見えませんでしたけども、左手斜め前方に利尻富士が見える、あのあたりのオロロンラインが僕一番好きなんですけど、もう本当ね、日本離れした独特なね、世界観というか、あの景色、まあ、あの景色にね、近いものがあると言いますかね、東の端の方、最果て感があるんですよね、ノサップ岬の方も。なのでね、ぜひそういうね、最果て感という、そんな雰囲気が好きな方はね、北海道宗谷岬だけじゃなくて、東の方の最東端、ノサップ岬もね、訪れてみることをね、おすすめしたいですね。さあ、今、ノサップ岬まであと44キロ。根室市街まで22キロという看板出てましたけども、根室の方はね、寒いですね。去年通った時もね、思ったんですけども、なんか東の方に行くにつれて寒くなった記憶があるんですよね。まあ、北の方にね、最北端目指してる時には寒くなるのはわかるんですけども、東の最東端の方もね、なんか寒い印象なんですよね、根室の方。あ、正面海ですね。海なのか空なのか分からなかったですけど、一瞬海でしたね。あ、大きな橋を渡るようですね。さあ、徐々に最東端、東の最果ての地へ近づいていっております。先ほどね、手前に道の駅スワン44だったかな、根室、あの去年立ち寄った道の駅ありましたけども、あの辺りもね、野鳥の観測なんかがね、できるみたいですけども、いろんな種類のね、この地にしか生息しないような野鳥が見れるみたいですけどもね。あんな風に船が陸揚げされてるんですね。あ、ここからね、125cc 以下のオートバイは走行できない自動車道になりましたね。なので最東端ノサップ岬行かれる方、あのカブなんかで来られる方はね、道をちゃんとね、確認していかないと、他のルートがあるのかちょっと確認してませんけども、ここ走っちゃうとダメですね。先ほど対向車でね、カブの人が1台来てたんですけども、遠目に見たらね、白いカブに青い服を着てたんでね、水色の警察かなとか一瞬思ったんですけども、旅人っぽかったんですけどもね、遠目に見るとね、ちょっと警察かななんて思っちゃいましたけども、あのカブの方はどちらから行かれたんでしょうかね。あれ、ちょっとシールドが濡れてきました。雨が降ってきましたね。先ほどの雨雲を追っかけた形になっちゃったんでしょうか、ひょっとして。大丈夫でしょうか。すごい霧がかかってきましたね、これは。まずいな。ちょっと一旦止まって雨雲レーダーを見たいですけども、これ自動車専用道路ということで、どっかないかな。さあ、今ね、国道44号線、根室って書いてましたけども、先ほどの道の駅のスワン44、根室っていうのは、これ44号線のことなんですかね。
多分おそらくそうですよね。なんだろうなとかは以前から思ってたんですけども、おそらく44号線っていう意味なんでしょう。うわー、真っ白月経になってきました。まずいですね。ちょっとガソリンスタンドに寄ります。このね、岡本セレフっていうガソリンスタンドはね、実はめちゃめちゃ安いんですよ。LINE でね、お友達登録するとね、すごい割引になるんですよね。おそらく初回限定になっちゃうんですけどもね、おそらくここも行けると思います。ここのガソリンスタンドは多分寄ったことないんでね。天気予報によるとね、雨は降らないみたいなんですけどもね、大丈夫かな。ずっと霧雨のような感じになってますけども、真っ白ですよこれ。どうしよう、天気予報を信じるか、ここだ、電源だけカバーするか。一応ここだけね、電源が壊れて使えなくなっちゃうと困るんでね、やはりここのね、岡本セルフ、めちゃめちゃ安かったです。リッター146円になりましたね。なんでこここんなに安いんでしょうかね。表示価格は163円ってなってますけどもね、今 LINE でお友達登録しただけで、まあ、でも5円引きってなってただけなんですけどもね、クレジットカード払いが安くなってるっていう感じなんでしょうかね。なぜかそう書いてました。なんかクレジットカードでお支払いの方はボックスティッシュプレゼントみたいな張り紙があったんで、あれこれ左、こんなとこも上がるんですか。こんなとこに島村があるんですね。あら、こんな海沿いをずっと行くようですね。海沿いを行っちゃうと余計に霧が濃くなりそうな気がしますけど、大丈夫でしょうか。いや、やはり根室のあたりは寒いですね。今ガソリンスタンドでね、もう防寒装備は全部つけてるんですけど、ネックウォーマーだけつけてなかったんで、まだプラスアルファでね、ネックウォーマーつけれるということで今装着したんですけども、随分とこれをつけるだけで変わりましたね。あったかい首元が。さあ、この辺りが北海道の根室市ですね。非常に寒いです。去年に引き続き寒いですね。やはりこの辺りが寒いんでしょうかね。東の端の方といえども非常にね、寒く感じます。何かあるんでしょう。北の端は分かるんですけどもね、なぜ東の端が寒くなるのか、なぜなんでしょうかね。2月7日は北方領土の日。雨は大丈夫そうですね。あ、もうちょっとですね、サップ岬。あ、この辺りも牛がいますね。牧場ですね。あ、すぐ近くにもいましたね。さあ、最東端の野サップ岬まであと12分となっておりますね。手前にノッカマップ橋っていうのがね、あったんですけども、変わった名前ですけどもね、野サップ岬まであと10キロって書いてますね。これ初日の出でしょうかね。初日の出じゃないか、日の出のね、写真がありましたけども、そういえばお正月元旦なんかの初日の出はすごい人が来るっていう、なんか聞いたことありますけどもね。最東端ということで一番東の端、まあ縁起がいいですよね。お正月元旦に一番最初に朝日を見るっていうね。寒そうですけどもね、まあ、北の最北端宗谷岬なんかでもね、おーい、おーっと PCX ですね。北のね、最北端宗谷岬なんかでも年越し宗谷っていうのをね、毎年やってる猛者もいるようですけれども、まあ、東の最東端もね、この6月の9日ですか、今日、それでこの寒さなんですから、12月31日、1月1日なんてちょっと想像を絶する寒さでしょうね。どんな景色になってるんでしょうかね、まあ、真っ白になってるんでしょうね、おそらく。さあ、もうこの辺りからね、本当の最果て感が出てきましたね。あと9分で野サップ岬ですけども、東の端ということでね、残念ながら今年日本一周4周目のね、最北端も最東端もね、ちょっと天候がいまいちで見通しはあまり良くないですけれどもね、まあそれでも雨が降らなかっただけ良かったですけども、あ、野サップ岬まであと 7.5 キロ、もうちょっとです。最果て感が増してきます。野サップ岬はね、
お食事するところがありまして、去年は花咲ガニかな、ご当地グルメシリーズということで花咲ガニなんか食べましたけども、今日はどうしましょうかね。まだ10時過ぎか。あーすごい景色だ。右手のこのね、最果て感、右手何にもありませんね。まあこの辺り最東端はね、最北端のオロロンラインとは違って、このように電線、電柱の中がずっとありますけども、右手の方はね、何にもない景色が広がっております。そういった点ではね、まあオロロンラインほどではないにしてもね、この素晴らしい絶景、最果て感をね、味わうことはできますね。馬がいますね。たくさん黒いのと茶色い馬。これは競走馬ではなさそうですね、体型からしてね。しかしあと2分ですけども、意外とね、最東端でもこのようにね、これは民家でしょうかね。そうですね、民家が意外とあるんですね。まあ青森県のね、大間、本州の最北端なんかでもたくさん民家があるんで、まあ橋の方だからっていう、人が少ないっていうより、むしろね、橋の方がこう港町として人は多いんでしょうけども、建物はオーロラタワーって書いてますね。 NPO 法人、もう崩れちゃってましたね。今すごい崩れ方してましたけども、あ、確かね、ここ、このね、根室市北方領土資料館っていう、ここでね、あれがもらえるんですよ、おそらく。これ後で寄ってみましょうかね。てか今寄るか、今先に寄っちゃいますか。北方領土資料館ね、行ったことないで、あの端っこ4つ制覇のなんかね、記念のあれがもらえるんですよ。確かここだったと思うんですよね。うわ、なんだあれは、すごいモニュメントみたいな、どでかいのがあれ、火が灯ってますね、あれ。これはでも斜めだな、まずいな、斜めは。あれは何なんでしょうかね。あそこ、ほんま火が灯ってますね。こちら現在地がね、根室市北方領土資料館。ここですね、この大きいのが一体何の日なのか。なんか、いろいろあるんですよね。ノサップ岬の日とか、これかな。ちょっと、書いてるかもしれないで見に行ってみましょうか。気になりますね。すごい大きさですよ、これ。かなりでかいですね。あそこはお食事、お土産なんて書いてますけども。あ、何やら金のようなものもありますね。これはね、初めて来ました、こちらの方には。前回来た時はね、こっちの方来なかったんで。何やら金とね、こちらは何でしょうか。1999年。あれ、意外と新しいですね。あ、こちらにお墓って書いてます。あ、これは、あ、北方館って書いてますね、こちらね。なるほど。ということは、北方館の隣は、このどでかい、これがまず何なのか気になるんですけどもね。こちら、4島の架け橋って書いてますね。4つの島がしっかり支え合っているこのシンボルは、歯舞、色丹、国後、択捉島の祖国復帰をひたすらに願う全国民の祈りを込めて建立されました。祈りの日のために、北方領土は祖国に帰る日まで、みんなの力で祈りの火を燃やし続けませう。昔の言葉ですね、これね。燃やし続けましょうということですね。皆さんのご協力をと。あ、これ募金箱ってことですか？そういうことなんでしょうか？穴が開いてますね。これが祈りの火ということですね。ずっと耐えることなくこれは燃え続けてるんでしょうかね。おそらくそうでしょうね。ちょっと寒いで暖を取りたくなっちゃいますけどもね。こちら4棟の架け橋って書いてますね。完成は昭和56年9月27日って書いてますね。僕が4歳の時にできたんですね。このような大きなね、架け橋。さて、あっちのね、北方領土記念館の方を見てみたいと思います。カニが泳いでいますって、のぼりが出てますね。海シマエビ、産地直送なんて書いてますけども、根室市、北方領土資料館ですね。あ、これですね。四極踏破証明書を交付していますということでね、最北端、宗谷岬、そして最東端、のさっぷ岬、最南端、佐田岬、鹿児島県、最西端が、神崎花だったかな、長崎県佐世保市、
これ僕全部言ってるんですけどもね、フラッグまでもらっちゃいました。これは剥製でしょうか。エトピリカキタキツネ。北方領土とは北海道の東に位置するエトロフ島、国後島、色丹島、歯舞群島のことを指す。今はロシア、過去旧ソ連によって不法に占拠されている島である。しかしこれらの島々は以下の条約によって日本固有の領土と記されている。こんな魚もこんなことできるんですよ。これなんか剥製のような感じですかね。タラバガニでかいですね。あ、これが花咲ガニですね。僕が去年食べたやつですね、こちらね。あ、昔の古い写真がありますね。漁業の繁忙期には本土から1万人以上が出稼ぎに来て島は活気にあふれていたって書いてますね。こちら野サップ岬の流氷って書かれたね写真が飾られてますけど、流氷ですね。そして2階の方にも何やら展示されてるようですね。海底電信線、あ、これですね。これが実物の海底電信線。わ、こんな風にして中に線が入って電話につながってたんですね。へえ。戦前の北方領土の様子、缶詰工場って書いてます。これが歯舞群島のね、戦前のこちらホタテのね領土のようですね。そしてこちらが色丹島の写真ですね。クジラの解体作業って書いてますね。こちらが国後島ですね。古い写真、古い小学校ですねこれね。そしてこちらが択捉島、これもクジラですね。捕鯨って書いてますね。シアタールームなんてあるんですね。エトピリカ DVD で視聴できるようですね。あ、今上映中のようですね。アニメのようなものが上映されているようですね。エトピリカっていうアニメですね。何分ぐらいあるのかな。こちらも命の冠って、これ映画ですね。1936年の映画ですよ。制作年1936年。これは見れないんでしょうかね。これ見てみたいですけどもね。これはまたねゆっくり見に行きたいですね。あの車中泊の旅で来た時にゆっくり見ましょうか。いろんな資料がね飾られて、こちらは2014年、これは比較的新しい映画ですね。アニメですねこれね。北方領土の後ろにも飾られてますね。昔の、あ、蓄音機、これは比較的ねまだ僕の家にもこんなのありましたけどもね。こんな定規用のね、掛け時計とかね、金庫、そろばんなんてありますね。釜とか壺、おひつ、これは昭和初期の頃でしょうかね。足踏みミシンとアイロン、これは古いですね。年季がかなり入ってますけども、これがアイロンって書いてますけど、えらいちっちゃいですね。すごくちっちゃいですよ、アイロン。ミシンは何やらね、立派な感じですけども。その当時のいろんなものがね、残ってますね。棒はかりということで、これで重さを測ってたようですね。小引き、これ、ノコギリのようなものがありますね。いろんな、あ、古い。この方向袋っていうのは出兵の際に実際に使用されていたもので、中には択捉島に到達するまでの行程や隊員の身長体重などが記されたメモ、本土に残した家族からの手紙が残っていたそうです。このメモは複写したものですって書いてますね。あ、このようなメモが入ってたってことですね、この方向袋の中にね。あ、掲示板ご自由にお書きくださいという掲示板がありますね。今ねこの映画をねちょっと見てたんですけど、途中から見たんですけどもね、思わずね涙が出てしまいました。最後ね飼ってた犬と離れ離れになるシーンがあるんですけども、そこでねついついねポロッと来ちゃったんですけども、これねぜひねこちら北方領土記念館来られた際にはねお時間あればぜひ見ていただきたいですね。また僕もねちゃんと一番最初からもう一度見てみたいですね。うわ、外は本当さらに真っ白になりましたね。
先ほど見てたねアニメの映画なんですけども、ああやってねアニメだとね子供たちも見やすいと言いますか、興味を持たれるんでね、やっぱりああいう形でね歴史を残していくっていうのも大切だなと思いましたね。僕はね本当は学生時代はね社会の勉強とか歴史とかねそういうのはねあまり得意じゃなかったというか好きじゃなかったんですよね。まあその当時はねその過去の歴史とか終わったことを知ってどうするみたいなそういう考えしてたんですけども、今になるとね結構そのやっぱり昔のその歴史とかねすごくね興味があるというかね、先日行ったあの網走の北方民族資料館、あそこでもねなんか見ててねなんか興味が惹かれるというかね面白いんですよね。だから今までねそういうことに全く興味がなかった人もやっぱ僕みたいにいると思うんですよね。何が面白いのかわからないみたいな僕考えだったんですけども、意外とねそんな人間もね行ってみたら考え変わるかもしれないんでね、ぜひともね北海道ツーリングでお時間ある方はねここ来ていただきたいですね。でぜひねあの映画を見ていただきたいですね。もう本当僕最後泣いちゃいましたからね。根室市北方領土資料館、まあ涙したのはあの犬との別れのところでね泣いちゃったんですけども、その内容がね北方のね四島国後島択捉歯舞色丹島、そこをねロシアの兵隊に奪われて家の中にこう兵隊が入ってきて家のものを奪っていったりとかね、そういうような映画だったんですけども、最終的にねそこを出ていかなきゃいけないっていう、その船に乗って飼っていた犬を置いていかなければいけなくなったっていう、そういうね物語最後ラストシーンだったんですけども、まあ、非常にね面白かったです。まあ、途中から見たんですけどもね、今度来た時最初からねちゃんと見てみたいと思います。さあここで記念撮影1枚撮ってからね行きたいと思います。残念ながら今日は何も見えませんね。本当に真っ白で何も見えません。先ほどのね資料館にもね足のマークがあって、そこに立ってね方角記されてたんですけども、島が見えたら国後島ですっていう風に書かれてたんですけどもね、天気が良ければね見えるんでしょうね。去年はこの岬の駅でねお食事食べたんですけども、今日はあんまりお腹空いてないんでね、確かこの辺りライダーハウスか何かあったんですよね。ちょっと向こう行ってみましょうか。確かこの辺りだったような、小粒チャンネルのね小粒ちゃんが泊まってたようなそんな動画みたいな気がするんですけど、うわすごい霧だ、真っ白ですね、すごいひんやりとした空気で、うわか、あ昆布ですね、昆布が干してますね。北方領土奪還と書かれてまして、ここはあの灯台ですね。去年この灯台でも来ましたけども、サップ岬灯台ですね。こちら今日は車がたくさん止まってますね。これオーロラタワーって書いてますけどもね、すごいなんか崩れてますね。もう中ぐちゃぐちゃになってましたね今見えたけど、いつからこんな風になっちゃったんでしょうかね。あもうすぐこの辺りも民家が立ち並んでますね。ソーラーパネルなんかもありますけども、今日なんかあまり発電しないでしょうねおそらく。あちょっとね離れた5分ぐらい走っただけでこの辺りは霧が晴れてますね。先ほどの野沢布岬のねあそこはすごい真っ白でしたけども、さあこちら道の駅寄ってきます。あびっくりした、黒いのあれワンちゃんかクマかと思った。道の駅スワン44根室ですね。ここはお食事はできるのかな。止まってると暑いんですけどもね、動くと寒くなるんでちゃんと着ておきましょう。この辺りねずっとね何でしょうかね、フェンスのようになってるんですね。フェンスではないんですけどもね、網のようになってますね。棒がずっとこうあってね、奥
網が張ってありますね。でずっと鹿飛び出し注意っていう風に書いてましたけども、おそらくはそういう感じの鹿とかね、動物の飛び出し防止のために貼られてるんでしょうかね。先ほどからねずっと手前の方、あ、ここもですね、網のようにネットのようにね張り巡らされてますね。電気柵っていうわけではないとは思うんですけども、飛び出し対策という感じでしょうかね、動物の。ああまた会いましたね。北海道ではちょっと珍しいですね、線路。あまり線路をまたいだ記憶ないですけどね、北海道で。さあ現在ノサップ岬からキリタップ岬の方に向かってね、あ、これも覚えてますね、あそこ。そういえばニコとか何かありましたね。去年行ったねキリタップ岬キャンプ場に行きたいと思います。あそこはねなかなか、まあいろいろね暴風雨ですごい思いしましたけども、すごい見晴らしのいいキャンプ場でね、なかなかのお気に入りのキャンプ場なんでね、旅人なんかも多いイメージですね、あそこのキャンプ場は。ただまあ今日は6月ということで、まだねバイクはそんなシーズンじゃないんでね、7月になったらたくさんバイクだらけになりますけど、今日は少ないんじゃないでしょうかね。このキリタップ岬キャンプ場がねまた行きたかったんですよ。まずはね温泉湯湯だったかな、キリタップ岬の手前にあるね温泉で受付っていう形になってるんでね、温泉の方に向かっております。まあキャンプ場から数分なんですけどもね、近くというか。さあ、あと4分で温泉に到着します。あれ、ここセイコーマート、こんなとこセイコーマートあったんですね。あれで、ね、去年もあったのかな、去年こっちのスーパーに寄った記憶はありますけどね、ここだったかな。あ、ここですね、ここで。まあ去年はね連泊したんですけども、あのセイコーマートはちょっと知らなかったですね。そんな新しくできたっていう感じでもなかったんで、見落としてたのか。いや、しかしすぐ近くにねセイコーマートがあるっていうことが判明しましたね。あと2分で温泉です。そして2分、あの温泉からはね5分ぐらいかな、キャンプ場まで。もうその手先ほどね手前で僕はもうセイコーマートで今日の晩ご飯買っておいたんですけども、あ、ゆうゆう書いてますね、ここを右に曲がりますと。さあ、キリタップ温泉ゆうゆう、どうしようかな。お風呂に入って行ってもいいんですけれども、2時か、迷うな。キャンプ場までは4分ですね、 2.8キロ、4分なんで先にテント張っちゃいましょうか。またテント張ってる間に汗かいても嫌なんでね、まあ、涼しいというか寒いから汗かくこともないかもしれませんけども、とりあえず受付行きます。やっぱりね先にお風呂に入ることにします。涼しいっていうかね、まあ、寒いぐらいなんで汗かくこともなさそうなんでね。あ、そう、ここがねモンキーパンチの故郷浜中町ということでね、ルパン三世の作者ですね。まあ、キャンプ場の受付だけ先にしてお風呂入りたいと思います。バンガロー、こんな自販機で買えるんですね。1泊1760円、20リットル50円込み。前去年来た時こんな自販機なかったですけどね。最悪な事態が起きました。キャンプ場がね6月の10日で明日からだそうですね。でバンガロー行けるかなと思ったけど、バンガローも明日からって言われました。困りましたね、まさかの1日違いっていうね、ついてないですね。楽しみにしてたんですけどね、ここ泊まれるの。どうしよう。今ねこの近くのね15分のところにあるも浜中町もっとかぜてっていうキャンプ場、ここがね出ましたんですけども、やってるみたいですね。でここはね予約を受け付けてないって言ってましたね。あの当日に来ていただいてっていう話なんで、受付が5時までっていうことなんですけども、5時を過ぎてもね申請書を書いて郵便受けに袋があるんで、袋に入れて申請書とお金入れておいたらねキャンプしていいっていうことなんで、なかなか良さそうな感じですね。330円だったかなって書いてたんで、こっちの方にね行きたいと思います。ここがねここから車で15分ですね。なんでもうここでねやっぱお風呂入ってからね行きたいと思います。ルパン三世のフィギュアがたくさんあったんですね、こんなところにね。
去年来た時気づかなかったですけど、オリジナルグッズもたくさんありますね。エルパン三世のね、 T シャツなんかもありますね。パーカーとかね、パーカー7000円。さっぱりしました。外は涼しいですね。さあ現在地が北海道、ここですね、霧多布岬の近くの浜中町ですかね。ここからずっと北の方角ですね、ちょっと戻っていく感じになるんでしょうかね。もっと風邪てっていうキャンプ場今日やってるみたいなんでね、まあどっちにしてもね、お風呂近くにあるのかないのか分かんないですけど、ここから15分なんでね、まあ、お風呂には行かないといけないということでいいんですけども、あの霧多布岬キャンプ場にね泊まれないのが非常に残念です。あそこ泊まりたかったんですけどね、あそこに泊まってね、あのもうちょっと先の霧多布岬に行ってラッコが見えるらしいんでね、去年はねラッコを見た人がいてその写真を見せてもらったんですけど、ラッコ見たかったな。まああの一旦大阪帰ってからね、また数週間後車中泊の旅でね、別チャンネルとしてまた北海道に舞い戻ってくるんで、その時に行きましょうかね。あと12分ですね。まあ近いっちゃ近いですよね。もっとバイクだ、カブですね。旅人ではなさそうです。荷物が少なかったですね。もしやもっと風邪てのキャンプ場からキリタップのお風呂に来たとか、そのパターンでしょうか。ありえますね。さあもうお風呂も入って、晩ご飯はね先ほどセイコーマートでお弁当買ってきたんでね、キャンプ場に着いたらお弁当食べて寝るだけというね。そしてそのキャンプ場も先ほど出ましたらね、確実にやってる、泊まれるのはもう確定してるんでね、5時回っても申請用紙記入してお金封筒入れて入れ取ってくれたら OK ですよっていうことなんで、もう気が楽ですよこうなると。あ、これ北道ですね。去年はあそこね、左手にねニコットっていうのがあって、一応食料品も売ってるんですよね。お弁当みたいなのも買ったのかな去年。まあまあでも、あ、もうちょっと近くの方にセイコーマートもあったね、セイコーマートで買った方が良さそうですね、お弁当はね。霧多布岬キャンプ場行くなら。あれ、そういえばあのヒグマのね、牛を60何頭襲って5年間ぐらいまだ捕まってない、あの OSO18 とかいう噂の例のヒグマ、あれ確か厚岸町と標茶、何だったかな、標茶かなんか、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、そこら辺の牧場の牛を襲ってるっていうことで、確かね隣町になるんですよね。これ今から行くキャンプ場大丈夫なのかな、さらに近づいていったりすることはないんでしょうかね。ちょっとそこまで調べてなかったですけども、隣町っちゃ隣町なんで、怖いっちゃ怖いですよね OSO18。 キャンプ場まであと5分ですけれども、ここからまさか山に登っていくんですか。おっと、この雰囲気は危ないぞ。マジですか、嫌だな。ずっと海沿いのキャンプ場とか見晴らしのいいキャンプ場ばっか、うわー出そうじゃないですかヒグマ。大丈夫ですかこれ、ここからさらに5分、これずっと山の方に行くんじゃないですかこれ、ひょっとしてまさかの。大丈夫ですかこれ、嫌だな。わ、なんだこれ、あ、風車か、びっくりした、煙突かと思った、でかいの風車ですね。霧に隠れてわからなかったですよ風車って。うわー、こんな奥地に行くとヒグマがひょっこり出てきてもおかしくない状況になってきましたね。やはり霧多布岬のキャンプ場に泊まりたかったな、これなら。くわー、くまったな。こんなのあの知床横断道路と大して変わんない雰囲気ですよこれ。うわー、森の中じゃないですか、やばいなこれ。あと3分。うわ、黒いのがクマに見えますよ、怖いですね。うわ、なんだか霧がかった雰囲気と、うわ、こんなとこヒグマガサガサ出そうじゃないですかこれ、やばい。うわ、え、違うか、怖い。うわ、こんな草むらから出ちゃいますよ。あ、これだ、
もっと風って書いてますね。あ、ここ通ってきましたね。そういや、管理棟どこでしょうか。管理棟どこでしょうか。なんだ、肥料の匂いか。ここで合ってるんでしょうか。あれ、あっちになんかありますね。あれ、間違ったかな。あれあれれれれ、これは何なんでしょうかね。この屋根はなんか牛舎のような雰囲気ですけども、これは管理棟でしょうか。キャンプ場受付はあちらの建物ですって書いてますね。無断宿泊してる人がいるとか書いてますけど、そんな人いますか。広いですね。あ、テント張ってますね。テント張ってるじゃないですか。あっちが炊事棟か何かでしょうかね。これはなんだ、謎の大きな建物がありますけれども、何やらはしごのようなものがあって上に登っていける雰囲気ですね。さあ、もっと風って言って、これ伸ばすようですね。もうあのね、駐車場ここでいいんでしょうか。ちょっと止めて受付って聞いてみましょうか。到着です。この建物は何でしょうかね。浜中町、うわ、厚岸郡か。厚岸の方じゃなかったかな。あの遅18はどこだったかな。あ、電波、楽天モバイル3本立ってますね。これはありがたい、これありがたいですよ。 au の方はどうでしょうか。あ、 au の方も3本ですね。あ、4本、楽天モバイルは3本ですけども、これだけ電波あったら十分ですよ。これはありがたい。よし、なんとか5時にも間に合ったようですね。ちょっと周りはね、まあ、この辺りはね開けてるからまだいいですけども、熊が出てきても不思議じゃないような雰囲気ですね。これは受付行きますか。キャンプ受付って書いてますね。こっちですね。わわ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 、馬ですよ。馬が走ってますよ。え、馬が走ってますよ。どういうことですか。馬がいますね。あらららら、競走馬のような雰囲気ですけど違うんでしょうか。あ、一応有刺鉄線のようにはなってますけど、馬が走ってますね。あれは競走馬っぽくないですけど、おお、パッカ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 元気に走ってますね。いやー、びっくりした。管理人さん、管理人さんと言いますか、受付の方にねお伺いしたら、近くで熊の目撃情報はまあ例年はあるけど今年はまだないっていうふうに言ってますからね。キャンプ場では目撃情報はないらしいんですけども、近くでってどのぐらい近くであったのかよく分かりませんけどもね、若干怖いですけども、まあ一通りね説明は受けましてね、あれはトイレだそうですね。で、あっちの建物がトイレと炊事場ということでね、でこのまあ行ってみましょうか。こちらのキャンプ場ね、料金の方は330円、小さいテントだと330円で、大きいテントだったら550円とか書いてたかな。タープとか張るとまた別料金のようですけども、今日は雨も降らないんでね、タープも張る予定はないんで。あとね、ゴミがね分別して捨てられるみたいですね。非常にそれはありがたいですね。さあ、何やらなんとか費って立ってますけど、このもっと風って言ってこの建物一体何なんでしょうかね。あれかな、あれが炊事とトイレ、あ、そういうことですね。この芝のエリアはね、こっちもねテント張っていいエリアみたいですけどもね。で、この通路、このアスファルトのねところは、あの車が通れるだけのスペース開けててくれたら止めてもいいっていうことなんで、ここに止めてここにテント張るっていうのも OK みたいですね。ちょっとぐるりと回ってみましょうか。あ、テント張ってらっしゃいますね。あ、滑り台なんかもありますね。こっちのこの辺りも張っていいのかな。ちょっと一通りぐるっと見てみましょうか。こんにちは。これが水、あ、これが炊事場ですね。そしてこっちがトイレ。この辺りも緑のところ全部張っていいって言ってたんで、どうだったかな、写真撮ったんでちょっと見てみましょうか。ここがね、先ほどの管理棟で、僕が止めたのがここですよね。で、ぐるっとこっちの裏側回ってきて、今、この辺りでしょうかね。この赤い枠の内側の緑のスペースだったらどこでもいいっていうことなんですけど、この大きい駐車場は一体どれでしょうか。大きい駐車場、この草の向こう、危ないですね。出そうですよ。あれれれれ。この大きい駐車場はこれのことかな。
あ、そうですね。そしてあれかな、あれがトイレなのかな、ちょっとよくわかりませんね。しかしこれが炊事場とトイレということですけれども、あ、そう、これが駐車場ですね。であれもトイレと、どこに貼りましょうかね。あ、そうか、今あそこで受付したんですね、僕はね。ちょっと作戦タイム、どこにする、受付で駐車場、こういうことか、ちょわかんなくなっちゃいましたね。要は駐車場から、あの管理棟の目の前のスペースも OK っていうことか。っていうことか、あ、そうか、これも OK っていうことですね。なるほど。今この辺りですかね、おそらくね。このサンサルのここですね。今僕ここにいますね、おそらくね。どこにしようかな。迷うな。この地図によると、このサンサルの真ん中あたり、この辺りまではね、OK のようなんで、この辺りにしましょうか。この辺り。ここにしよう。あの、管理棟は夜になるとね、おそらく人はいなくなるんで、ここだったら見晴らしもいいし、コンクリートの建物があった方が、クマが寄ってきにくいような、一緒か。まあ、あの辺から出てきたら一緒ですけどもね、至近距離に背後が草むらよりはね、背後が建物の方がちょっと安心できますね。ここにしましょう。ここに入ります。ここをキャンプ地とする。まあ、乗り入れはね、ダメなんですけども、この道路上ね、あんな感じで車をね、1台通れるように端っこに こんな感じにしてたらね、止めていいっていうことなんで、もう実質、ここにテント張っちゃえばね、もう乗り入れ、OK に近いようなね、荷物の運ぶこともないっていう、そういう感じですね。まあ真ん中の方だとちょっと厳しいですけどもね、荷物運ぶのは。なかなかいいんじゃないでしょうかね。そんなに混雑してなかったらね、道路沿いにね、いろいろいっぱいテント張るスペースあるんでね。よし。完成。まあ他にね、キャンプしてる人もいるんで、そんなに怖くないでしょう、今日は。大丈夫でしょう。あの、キャンプの時にね、一番眠れないのがね、夜、カンソルの一人のキャンプ場で、ああいうね、草むらの近くにテント張っちゃうとね、ガサガサガサって小動物の場合でもね、怖いんですよ。なんだろうってなってね、ガサガサガサってなっても、大きい動物、小動物のね、まあ、区別がつく時もありますけど、わかりませんからね。さあ、それでは炊事場とね、トイレを一応確認しに行きましょうか。ここはね、ゴミは分裂して捨てられるということでね、今ね、キャンピングカー、なんか大きなバスみたいなね、来られたご夫婦の方がね、今到着して管理棟受付どこですかって僕に尋ねてきて、僕は説明してて、まあ5時までだったからもういないけど、申し込みは式にしたらいけますよっていうことを説明したらね、ハスさんって言われてなんかね、僕のこと見たことあったみたいですね。ここがゴミ箱のようですね。燃えないゴミ、あ、これあれ、ガス缶も捨ててるのか。このね、ゴミの処分、ガス缶のね、処分にずっと困ってたんですよ。いやー、ありがたい。ここで捨てれるのはね、荷物が軽くなってね、ありがたいですね。さあ、今日はセイコーマートで買ったね、弁当食べます。車体を揺さぶるヒグマ、8月羅臼町で撮影されました。さらにすごいヒグマのニュースがね、たくさんなんですよね、今年は。ここもね、今年はまだないですけども、去年はね、去年とか目撃情報あるみたいなんでね、この近くで。危ないっちゃ危ないですけどもね、ここも。こんな札幌の、あんなんですよ。去年6月には街中でね、ヒグマに襲われてますからね。もうどこに出てもおかしくないですよね、北海道ね。真ん中に倒れている牛、ヒグマに殺されてしまったんです。これ牙だったね。4年間で襲われた牛は標茶町と厚岸町の65頭、すべてこの1頭のオスグマ、コードネーム OSO18 の仕業だと分かりました。これですよ、OSO18。 足取りがほとんどつかめない上、残された足跡はヒグマとしては大きい18センチ。これがすぐ近くにいるんですよ、隣町に。ここから近いで隣町ですからね、こっちに来てもおかしくないですからね。このキャンプ場、街灯がすごいついてね、明
明るいですね。夜も今日は安心して眠れそうですね。なんだかね、霧がかってるんですけど、あのオレンジの街灯とね、なんか雰囲気いいですね。すごくなんかヨーロッパの外国にいるような雰囲気ですね。